こんにちは、パーソナルトレーナーのビースト村山です。じゃあ、はいはい、皆さんこんにちは、トビです。今日ね、ゆるいスタート、はい、トビチャンネルやってるトビタくんです。はい、よろしくお願いします。前回の動画では、彼がどのようにね、ベンチプレスを強くなっていったっていう過程をちょっとお伺いをしたんですけども、今現在どういったトレーニングを行っているかとか、はい、その辺について今回は深掘りしていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ早速なんですけども、すごくね、気になる点が1個あって、エブリベンチこうやりたいなと思った人が前回の動画を見てたくさんいると思うんだけれども、全部マックスでやるのとか、それとも例えば重い軽いでいくのとか、なんかその辺のバランスなんかをね、聞きたいなと思って、はい、その辺どうですか？僕は結構特殊っちゃ特殊なんですけど、毎日のように同じメニューを繰り返しやってるんですよ。というと僕の、大体練習メニュー、オンラインサロンの方で毎日言ってるんですけど、トップシングルって言って、一発の練習、ちょっと止められる程度にするので、RP 的には9とか 9.5 ぐらい持っちゃうんですけど、もう結構重いの持つんだ。なんで毎日190か 192.5 今持ってますね。へえ、それ何セットやるの？それを一発3セットやった後に、次は3発が僕175でやってるんですけど、を5セット、僕の10発10セットっていうメニューを、その10発10セット、そうなんです、ボトムだけで、最後まで伸ばしきんないで、じゃあパーシャル気味に、パーシャル気味のやつを60、今 2.5 でやってるんですかね。だってそこだけ10セットでしょ、190一発3の 3×5 なんで、8でしょ、はい、8やって18セットぐらいやってる。あ、そうです。ベンチだけ18やってんだ。で、それの3つが全部軽くいけた日は、次の日に絶対どっかしら 2.5 足すんです。ああ、なるほどね。必ずじゃあプラスで重くしてるんだ、マジで。でめちゃくちゃきついです。だからずっとどんどん辛くなってるんです。そうだよね、はい、どこで休むの？予定があった日だけです。例えばなんだけど、一般的に言う筋肥大のメカニズムで言うと、やっぱりずっと使っていくっていうのは消耗していくんだよね。はいはいはい、だし筋肥大においてだけじゃなくて筋力的にもどこかでやっぱり悪くなってくる瞬間が来ると思うんだけど、そういう瞬間ってあんま感じない？感じないんですよ。筋肉痛が全く来なくて。筋肉痛が全く来ない、それでも来ないんです、そんだけやってても。なるほどね。僕的にその頻度とその感覚っていうのがすごい大事なのかなと思ってるんで、そう考えると補助種目僕一切やってなくて、ああそうなんだ、ベンチプレスだけしかやってなくて、で筋肉痛が来ちゃうと次の日ができなくなるじゃないですか。そうだよね、っていうのがしたくないので、筋肉痛来ない程度に少しずつ上げてってるっていう。ある意味あれだよね、こうベンチプレスっていうのは特に筋肥大目的ではない。はないですね。から、別にこう筋肉痛が来るようなアプローチはなくて、いかに来ないように全身の力を使ってうまく重量を上げていくかっていうのが非常に重要なポイントなので、言ってることはすごくわかるかなと。私の公式 LINE がついに登録800名を超えました。ダイエットに成功した、筋肉がついたと嬉しい声をいただいております。登録すると無料特典もありますので、ご登録お願いします。ただ、今の話聞いていくと、それ一般の人をどこからやればいいのって話になると思うんだけども、そうなんですよ、今から強くなりたい人が、多分真似は絶対できないと思う。という場合は、どんな感じで教えてるの？とりあえず、まずは僕はフォームを完成させることが第一優先、まずフォームがちゃんとしてないとまず怪我するんで、怪我するとできてない期間っていうのがバンって増えるんで、1週間1ヶ月で見た時に重たい重量を何回できるかが僕は大事だと思ってるんで、シンプルな回数ができれば怪我しないフォーム作りをまず第一優先。なるほどね。1発とか、多くても5発とかじゃないですか。じゃあ例えばだよ、例えば、じゃあ100キロを目指したい、でも今は60キロくらいしか上がってない、っていう人だったら、どんな風にトレーニングメニュー組む？その日の、いけそうな重量を僕みたいに一発の練習を、3セットから5セットぐらいやってもらって、そこでまずフォーム作りですか、そのいろいろ実験とかいろいろ試してみたいことを試してもらって、この感覚がいいなって思ったそのフォームで、5発5セットとかですかね、とかをやってもらって、100いってない人って多分筋量が明らか足りてないんで、あとはエブリできなかったら補助種目なりで筋肉つけてもらってっていうもらってが大事なんで、まずはフォームを作ってベンチプレスにまず多く触ってもらうっていうのが大事ですかね。なるほどね、もう犬や猫になれるように、もうベンチのバーになれると。100キロ以下の人はやっぱ上で止まっちゃってる人はまた別の要因があるかなと思って、100以下の人はやっぱり触る量が圧倒的に少ない気がしますね。なるほど。週2とか1とかな気がするんで、もうちょっとさすがに触ってほしいなっていうのがありますね。あ、やっぱそこが重要なんで、ちなみに富田君グリップどこで持ってるの？グリップは81に人差し指なんですけど、
なんか肩甲骨の問題なのか、うんうん、だん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 中指になっていくんで、まあ中指に近いですね。じゃあ81で人差し指を合わせるんだけど、こうなんか握っていくうちに結果中指になってる。結果中指になってるんです。肩甲骨のいい位置探していくうちに中指になってるんで。でもそれあるあるだよね。あるあるなんですよ。あるあるだよね、はい、まあ見えなければいいのかなっていう、外に行くよりかはマシかなっていうのがあるんで。いやこれはね、最近私もね、あれって思ったんだけど、はい、昔はね人差し指だったの、はい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 、でも肩を結構壊すことが多かったから、はい、まあ、鈴木さんのアドバイスもあって、うん、今薬指やってるんだけど、うん、握って最終的に小指になってるんだよね。あ、はいはい、そうそうそう、あれみたいな、これ小指だなみたいな、なんか自然と多分位置になるはずなんですよね。いい位置に。そうそう、だからなんかね、最近鈴木さんに教わってるからだんだんなろうになっていくっていう、はい、鈴木さんすごいですからね。すごい、小指でな、あのワイドって言いますか。そう、小指で、ね、いやいやいや、なろうなるほど、ね、だいぶなろうですっていう。例えばこの指で迷ってる人ってね、グリップで迷ってる人結構いると思うんだけど、うん、はいはい、どういうところを見てこの人は、例えば人差し指かなとか、この人は薬指かなみたいな。基本的に、うん、やっぱり人差し指が強いけど、うん、慣れてない人はナローの方が押せる。なるほど。なんで一番ベストなのがナローの肩甲骨とかしっくりくる感じあるじゃないですか。あるある。あのままただ手幅を広げて、うん、その可動域潰すっていうのが一番強くなります。なんですけど、まずは押す力っていうのをつけたいのであれば、僕は一番押せる位置がいいので、うん、肘がボトムのポジションを最初に作ってもらって、うん、そこからまっすぐ伸ばしてもらった位置で握ってもいいのかなと思ってますけどね。でも身長高い人は多分人差し指ぐらいになるのかなと思うんですよ。これもね、不思議なもんで、昔はあんなにもね人差し指がしっくりきてたのに、今やっぱり薬指みたいな。ただなんだろう、これはもしかしたらねあるかもしれないんだけども、はい、今日薬指しっくりこないみたいな時もあって、正直。ああ、はいはいはい、で中指の方が来るなとかっていうのもあるんだよね。そういうのってある？指変わるみたいな。基本やっぱり人差し指合わせちゃうんで、そこだけは変えてないですかね。なんか前ね、あのみやびみちゃんとね、みやびちゃんとやってる、なんかみやびちゃんすごいね、なんかもう柔軟な、すごいですね。やっぱ女性特有のなんかあるよね、やっぱ持ち味はありますよね。すごいですよね。なんかその時によって、はい、あのそのグリップだったりとか、フォームも結構柔軟に変えちゃうんですよね。そうなんですよ。あれ結構怖いよね。いや僕は無理です毎回ね、やり方変わっちゃうんだもんね。僕はもう完璧にもう全てルーティン化されてて、で自分の型にはめるっていうことだもんね。そうそう、動画撮っても全部同じ動きで入ってます。あ、でもやっぱそこが強いんだね。そうですね。そうするとミスが少なくなるかなっていう。なるほど。マシンのように正確にやると。いろんなタイプがいるんですよね。ビンチプレッサーもね本当に、はい、それが面白いですよね。まあいつもは鈴木裕介さんの動画流していて、今回は飛田君の動画を流していても、うん、やっぱり強い人の共通するね、そのトレーニングボリュームとかっていうところもあれば、うん、でもグリップの考え方だったりとかっていうのは、やっぱそれぞれね、個性があるなって感じました。で、予定なかったんですけども、もう彼はね、いや、怪我するやつはクソだみたいなことをね、裏に言われて、怪我ばっかりしてるんで、ちょっとね、あの彼なりの視点で、はい、ちょっと見てもらいたいなと思って。あ、はいはい、もちろんもちろんもちろん。はい、ということで、はい、今回は、飛田くんの、まあ、トレーニングをどのようにやってるかっていうことを深掘りしていきました。で次の動画では、実際今私もう大会もう1週間切ってるんですけども、あの今調整段階のところなんで、はい、あんまり大幅に変わることはできないんですけども、はい、あ今後こういう風にしていくといいんじゃないかなっていうのを飛田くんなりの見解で、あ、わかりました、ちょっと話を聞きたいなと思いますので、はいはい、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。飛びチャンネル、飛田くんベンチプレス中心の動画をですね、はい、やっております。すごく楽しい動画です。下の概要欄に URL 貼っておりますので、ぜひ皆さんこちら見てください。はい、今回もありがとうございました。ありがとうございました。